1904年5月3日は日本の海軍軍人。日露戦争に浅間分隊長として出征し、第3回旅順港閉塞作戦で桜丸指揮官を務めた海軍少佐である。16位、訓四等校四級。東京出身で新艦の養子となる。海軍兵学校21期を32名中7番で卒業した。 1895年少尉任官。法術練習書を経て、高尾、天城乗組、鳥海分隊長を歴任。1899年大位進級。1900年北進事変が正規し、笠木乗組であった白石は、陸戦隊第一中隊長として、服部武雄中佐指揮のもと、英国、独国、六国の陸戦隊と共同して、太子砲大攻略戦に参戦。 白石は、服部の戦死を受けて指揮権を承継し、砲台占領一番乗りを果たした。この際、先にユニオンジャックを掲げようとする英国士官を、腰車で投げ飛ばしている。乱後、佐世保海兵団分隊長となるが、部下を殴りその部下は死亡した。白石は、軍法会議で、重禁錮2年の判決を受けるが、特典をもって入国することはなく、対命となった。 桜丸上院半年ほど後に、海大戦火学生として復帰。浅間分隊長として、日露戦争に出征し、新川沖海戦では、バリアーグへの砲撃を指揮している。この攻撃は、日露戦争における、日本海軍部隊の最初の砲撃であった。2回行われた、旅順港閉塞作戦を受けて、白石は、東野雄之助隊員と共に閉塞作戦に12隻を、 用いる作戦を立案。作戦計画に変更はあったが閉塞に12隻を使用することは認められ、白石は自ら桜丸指揮官として参加した。桜丸は第三小隊に配され、中央部右側に沈没予定であった。1904年5月2日、閉塞隊は閉塞に向こうが悪天候に妨げられ、分裂状態となる。総指揮官、 林光子み中佐の中止命令は帰化に届かず、桜丸は閉塞に無自鎮した。その後、桜丸上院は、旅順に上陸して、ロ軍と交戦したが、白石ら重傷者は捕虜となり、白石は、旅順会場前に先病死している。戦後の1905年11月、白石ほか、朝顔丸指揮官、向井菊太郎少佐、相模丸指揮官、 ユアッサ・タケジロー・ショウサラ36名が、ロ軍によって、白玉三清六に埋葬されていたことが判明した。日露旅順回戦士では39名。笠木陸戦隊太しこ砲題攻撃者、極秘明治37.8年回戦士、第1部戦記、関4、第2編旅順口及び日に川の敵艦隊に対する、作戦、第10勝旅順口第3回閉塞。 ありがとうございます。